成田国際空港成田空港問題三立塚逃走三立か、芝山連合空港反対同盟三立か、芝山連合空港反対同盟とは、政府による新東京国際空港建設及びそれに伴う土地収容の強権発動に反対して結成された周辺住民の団体である。 天神本現地党総本部活走路北、遠心阻止の立看板反対運動のヘルメット以前、用いられていた、少年行動隊の旗以前用いられていた、連絡用のドラム缶以前用いられていた、流木トラストの札。当時反対同盟と連帯していた日本社会党の重鎮、佐々木幸造と成田智美の名がある。三立下芝山連合空港反対同盟は、 新東京国際空港建設及びそれに伴う土地収容等に反対する地域住民が1966年8月22日に結成した。略称は空港反対同盟、反対同盟ともいう。1970年から1971年、当時は340個の農家が反対同盟に参加していた。 空港予定地内に土地を持つ地主の農民をはじめ、予定地内周辺の成田市三里塚及び芝山町の住民が結集し、青年行動隊をはじめとして、老人行動隊、婦人行動隊、少年行動隊を組織した。反対同盟は反対派を排除して空港建設を進めるために、日本国政府が現地に投入した警察官や、 機動隊等と長年対峙してきた。反対同盟は、空港予定地内に団結小屋を建設して、空港建設の監視、立てこもり等の妨害活動を行うと同時に、接収されていない農地での営農を誤助した。反対同盟は、日本の新左翼の支援を受けて、機動隊をはじめとする、貢献力と激しい衝突を繰り返してきたことで、知られており、 機動隊員3名が死亡した東方十字路事件も、その過程で発生している。このような運動に対して、保守派のみならず、日本共産党、日本社会党の一部、社会主義労働者党などは、批判を続けてきた。ただし、口述の通り、日本共産党と日本社会党は、反対同盟の立ち上げに深く関わっている。1983年、 反対同盟は、北原派、厚田派と呼ばれる二つのグループに分裂し、支援党派との関係や、運動のあり方をめぐって対立した。さらに1987年には北原派から、平行滑走路用地内で暮らす四個の農家が離脱し、小川派を結成している。1990年代に入ると、厚田派のメンバーの中で国側との話し合いの機運が、生まれた。 旧厚田派は、成田空港問題シンポジウムを呼び、成田空港問題円卓会議に参加して、運輸大臣、内閣総理大臣の公式謝罪を勝ち取った。これを機に、成田国際空港の2期工事が進展し、1995年に小川派も組織を解散し、1個の農家を除いて、幼稚売却に応じた。2002年には、ビーカス走路が供用を開始している。 しかし、2000年代に入って、以降も、2001年に、東方神社での伐採をめぐる紛争が発生し、2011年に、東京高等裁判所で不退巨罪で、代表の北原コーチを含む逮捕者を出すなど、国との話し合いに参加しなかった北原派を中心に、葬儀が継続しており、旧厚田派の中でも闘争を未だに継続する、グループが存在する。 北原派の顧問弁護団の事務局長を務めるのは、葉山武雄である。また、旧厚田派の顧問弁護士は、清井玲児である。反対同盟分裂後は、それぞれが活動しており、北原派と旧厚田派は共に、毎年年頭に、旗開きと称する会合をそれぞれ実施している。北原派は3.4月と10月に、全国集会と称する500人規模程度の、 団結行動を実施している。選挙運動も行い、参議院議員通常選挙、市長議会選挙、芝山町長選挙に同盟員を出馬させ、成田市議会と芝山町議会には議員を繰り込むことに成功した。後に分裂して北原派の代表となる北原高知は、成田市議を1975年から4期16年、務めた。また、 1978年の成田空港、官政党選挙事件直後を含め、自由民主党も含めた、国会議員や運輸大臣とも直接対話も行ってきた。北原派は、中核派と活動していることから、2017年10月に、当時中核派、全学連委員長の斉藤薫氏が第48回総選挙で、東京パックから出馬した際に推薦、応援した。 結果は、得票率1.2%で、得票数が2931票の6人中6位の最下位で落選。法定得票に達せず、協託金没集となった。なお、1997年に初当選して、以降、現在の芝山町長は元反対同盟員の相川勝茂である。反対運動開始当初は、 革新政党の日本社会党、日本共産党や基地反対運動をしていた砂川町基地、拡張反対同盟や忍草母派の会の支援を受けていたが、反対同盟が審査翼の革命的共産主義者、同盟全国委員会や第四インター等を受け入れたことなどから、革新政党は支援から手を引いた。かつては角丸派も反対運動に参加していたが、 1970年1月に反対同盟の幹部会で現地闘争に主体的に参加せず他派に対する誹謗のみを目的としたとして排除した。中核派などの審査翼党派と連携している北原派は成田空港反対運動の他にも戦争反対、沖縄の辺野古埋め立て反対等も主張しており、中核派と関わりが深い国鉄千葉動力者、労働組合、 大韓民国の全国民主労働組合総連盟、止めよう戦争への道。100万人署名運動、原発反対を主張する団体と空港反対とは直接関連のない団体とも行動している。なお、道路千葉は成田空港問題の初期から空港反対運動を行っている。かつては六カ所村各燃料、再処理事業反対運動にも関わっていた。 また、全日本学生自治会総連合、都政を革新する、会、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区、生根支部、韓国チェジュでの新空港建設の反対組織、チェジュ第二空港反対委員会も、北原派を支援している。中核派全学連では、全学連三里加減地行動隊を組織している。旧厚田派でも、成田空港反対運動の他に、 反原発、辺野古埋め立て反対、TPP 反対を訴えている。旧厚田派は、三里塚空港に反対する連絡会、反対同盟第一共有委員会、2、関西三里塚闘争に連帯する会など、複数の名義の団体名でも反対運動を実施している。北原派と旧厚田派に分裂しているが、両者とも同様のシンボルマークを採用している。 赤字の背景に、白の輪が3個を、横1列にオリンピックシンボルのように3つの鎖を、重ねて連結した形である。3つの輪は、当初、社会党、反対同盟、共産党の連帯を象徴するものであったが、革新政党との離反後は、老能学連帯を意味するものとされている。北原金春は、自分が発案したとして、本来の意味は反対同盟が、 労働者学生と住民団体を結ぶという意味だったとしている。同盟の旗などには闘魂という文字と一緒に描いている。北原派では同盟家として反対同盟の歌があり、デモ活動や集会などで歌われる。作成時、女学生が歌唱指導し、学生や支援の労働者は歌ったが、地元農民はなかなか歌わなかった。 1966年6月建設予定地とされた富里村で激しい反対運動が起きていた新東京国際空港について政府と千葉県知事の間で話し合いが進められ規模を縮小した上で位置を成田市三里塚及び柴山町に変更することが内定し同年7月4日に閣議決定される政府側の動きに対して 成田市三里塚及び柴山町の農民を中心とする地域住民が団結して同年三里塚空港反対同盟及び柴山空港反対同盟が結成され両者が合同して三里塚柴山連合空港反対同盟へ結成となった当初の代表は戸村はじめ作であった同年8月27日には土地の名義人を 元の地主以外にも、付近住民の共有の名義にして、幼稚買収や土地収容の手続きを煩雑にする、一坪共有地運動や、立ち木トラストが展開される。同年12月26日に、成田市天神峰に、最初の団結小屋が建築される。岩山鉄塔跡横堀鉄塔を反対同盟は、あらゆる民主勢力と共闘する方針であり、 1967年8月より、審査翼諸派の支援を受け入れた。同年10月10日、新東京国際空港公団が機動隊を伴って、現地に現れ、反対同盟は、測量実力阻止を掲げて抵抗したため、機動隊員側、同盟員側双方に、重傷者が出ることとなる。同年12月15日、反対同盟は、 実力闘争及び審査翼の支援受け入れを批判してきた日本共産党関係者を闘争から排除した。1971年2月22日の第一次行政大執行の際には、機動隊員側、同盟員側双方に多くの重症者を出す。同年9月16日の第二次行政大執行の際には、警備に当たっていた機動隊を襲撃し、 機動隊員3名を殺害及び、多数の重軽傷者を出す事件を起こす。この事件で、後に、反対同盟の青年行動隊員が多数逮捕され55名が、起訴され、52名に執行猶予付きの有罪判決が、下った。実刑判決が下った者はいなかった。1971年3月に、三里塚空港から、強度と暮らしを守る会が組織された。 同会は過激派集団の実力闘争による反対運動に反対し、反対同盟から排除された住民らが結成したと主張しているが、実態としては反対同盟と決別した共産党系の団体である。守る会は、その後1978年1月22日に、現在の名称である成田空港から強度と暮らしを守る会に変更し、 騒音対策委員会などで騒音問題の発言などを行っている。1972年3月12日、反対同盟が妨害工作として、芝山町岩山に高さ60.6メートルの岩山鉄道を完成させる。1973年11月には、代表の戸村はじめ作が参議院議員、全国区選挙への出馬を表明し、 1974年7月7日の第10回参議院議員通常選挙では23万407票を集めながらも落選した。1976年2月22日には鉄道撤去道路建設組織緊急集会が同年10月3日には鉄道決戦全国総決起集会が開かれた。後者の参加者数は8350人に及ぶ。 大規模な集会となり、デモ行進を行った一部学生らが、空港第4ゲート付近で、機動隊と衝突して62人の逮捕者を出した。1977年5月6日、岩山鉄道が仮処分にて、日本国政府の手により撤去される。これに、反対同盟は強く反発し、反対派と警察の間で、激しい衝突が発生した結果、 東山事件や芝山町長宅前臨時発出所襲撃事件でさらなる犠牲者を出した。新東京国際空港は滑走路は一本のみとなるものの一気工事が進展し1978年3月30日を開港日と設定した。同年3月1日、反対同盟は3月開港阻止決戦突入を宣言する。 同年3月26日に、成田空港管制等選挙事件が起こり、通信機器が壊され、活動家らが多数逮捕される。同年4月に、日本経営者団体連盟会長の桜田武史、日本商工会議所会頭の後藤登、参議院議員の畑野明、反対同盟代表の戸村はじめ作が会談する。ここでは、同年5月20日に設定されていた、 開港予定日を一年先送りすることと、その間、休戦とすることについて政府に申し入れることで、条件を一致させたものの、同年5月10日に戸村と、福永健次運輸大臣の会談がなされたが、話し合いは、平行線をたどり、新東京国際空港は結局再度設定された、予定日である同年5月20日に開港した。なお、 開港の翌年である1979年11月2日に、戸村はじめ作が死去し、北原金春が次の代表となる。戸村の死と前後するように、新東京国際空港開港という、規制事実が定着していく中、政府は、未成の日本の滑走路建設に向けて2期工事を推進していった。反対同盟はこれへの対応を迫られたことから、 ハイミナトというスローガンは死守しつつも二期工事阻止が喫緊の課題となる。反対同盟では反対運動初期に行われた一坪共有化運動を拡大して二期地区内の未買周知を一人一万円で共有するという一坪再共有化運動が二期工事への対応策として提起された。しかし、 共有地方の土地を提供することになる日光事敷地内の農民の多数が反対したために紛糾をきたした。この一坪再共有化運動に加えて成田用水事業の受け入れ是非をめぐり反対同盟内では深刻な意見対立が生じるようになっただけでなく中核派等の審査翼活動からによって立場が異なる農家への誹謗中傷が公然と行われ始めた。 1982年12月16日、一つぼ最強化運動推進派により、三立化、芝山連合空港反対同盟第一共有委員会が発足する。1983年3月3日に、一つぼ最強化運動推進派は、芝山町千代田公民館で、幹部会名義で、北原金春事務局長の解任を受け継ぎし、 3月8日に、新代表として、厚田一を選出し、マスコミより、厚田派とされる。一つ母裁共有化運動反対派は、同じ3月8日、成田支店神峰の現地闘争本部で、実行役員会を開き、幹部会なる機関を認めず事務局長会任は無効で、あるとし幹部会メンバーで事務局次長である、石井真次の除名を決め、マスコミより、 北原派と言われる。北原派は2期工事空港予定地を所有、工作する戦後開拓で入植した農家らを中心に構成され、過激路線を取る、中核派等の支援を受けた。厚田派は、空港予定地外の騒音区域を拠点とする古くから、続いてきた農家や、青年行動隊のメンバーらを中心に構成され、第四インター等の支援を受けた。 分裂した両者の間では、中傷や逃走拠点をめぐる小競り合いに加えて、暴力事件も生じるようになる。翌年1984年1月と7月には、中核派革命軍のメンバーが、厚田派とされる第四インターの活動家複数名を襲撃し重傷を負わす事件にエスカレートする。1985年10月20日、 北原派を支援する審査翼活動家の集団が空港突入を試みて機動隊と衝突し多数が逮捕される10.20成田現地闘争が発生。空港機能の一部損壊には成功したもののこの闘争が反対同盟としては最後の大規模な実力闘争となった。1987年9月4日 北原派から中核派主導の方針に反発する小川義吉ら他の三個の東方地区の空港予定地内農家が離脱し審査浴に依存しない運動を目指す小川派となる中核派は小川派や北原派からの離脱を試みた空港予定地外の農家に激しいバッシングを行った反対同盟の分裂後も北原派と 旧厚田派は反対運動を続けているが、基本的に両者は反目しているため一緒になって、反対運動をすることはない。反対同盟の流れを以下に示す。三里塚空港反対同盟芝山空港反対同盟。三里塚芝山連合空港反対同盟。三里塚空港から強度と暮らしを守る会。 成田空港から強度と暮らしを守る会。北原派厚田派。小川派旧厚田派。北原派と他元を分かって、以来、事務局主導のもとに比較的穏健な、大衆運動路線をとってきた厚田派は、次々と世代交代をしていく、政府側に対し闘争継続する農民が、 高齢化していくことへの危機感を深め、東方十字路事件の温情判決を契機に政府との話し合いの方向で動き始めた。1990年1月30日には、江藤高見海大臣と厚田派との公開会談が持たれ、1991年4月9日には、地元主導の第三者的仲介機関として発足した地域振興連絡協議会が、 空港公団、千葉県、並びに反対同盟の、厚田派、北原派、小川派それぞれに公開シンポジウム参加を申し入れた。厚田派は、強制収容法規の再確認を含むご条件を提示して参加を表明するが、内部ではシンポジウムで成果を上げて、闘争に終止符を打とうとするものやシンポジウムを、完全空港化を阻止する手段として捉えるもの さらには話し合いそのものを否定する者も,もおり、厚田はじめも自分の名前を冠した組織が話し合いを行うことを拒絶し代表を辞任する等を分裂の様相を呈した。厚田の代表辞任後は柳川秀夫が世話人として代表を務める。一方、北原派と小川派はシンポジウム参加を拒否した。特に北原派は 公開シンポジウムに協力する脱落派を徹底弾劾するとの声明を出し、支援過激派もゲリラ事件を繰り返しながら、千葉県収容委員会会長襲撃事件と同様のテロをほのめかして同活した。1991年11月21日、反対同盟、旧厚田派が参加する。 成田空港問題シンポジウムが公開の場で実現し、以後1993年5月まで15回開かれる。シンポジウムに引き続き、成田空港問題円卓会議が開催される。最終的に、政府は過去の強硬姿勢を謝罪し、日期工事の土地問題を解決するために、いかなる状況のもとにおいても強制的手段を取らないことを確約。 土地収容法による土地収容採決申請などの強制収容手続きはすべて取り下げた。小川派はシンポジウム及び円卓会議に呼ばれたものの出席することはなかった。しかし、円卓会議終了後に内閣総理大臣及び運輸大臣宛てにこれまでの空港づくりへの反省を促す書簡を送付し運輸大臣の返唱を受けた。これらを受け、 代表の小川義吉は、1995年1月に、運動の終結を宣言した。同年8月9日に、行政訴訟を取り下げ、また1996年7月18日に、土地売買契約を締結し、小川派の活動は終了する。1998年7月17日、小川義吉が死去した。最大勢力だった。 アツタ派も1997年頃までに大部分は反対運動を終了した。ヘタブラクの住民も1997年に集団移転した。1997年12月7日にアツタ派の活動家であった相川勝茂がかつての態度を翻し、2000年までに成田国際空港平行滑走路完成などを公約に 芝山町長選挙に当選する。2002年4月17日には、日本目の滑走路である、暫定並行滑走路が運用となる。2006年1月15日、厚田派の代表であった厚田一が、空港敷地内にある、自宅敷地と、所有権を持つ、横堀墓地を売却することを表明する。2013年1月5日、厚田は93歳で死去した。 2017年8月9日、北原派の代表であった、北原金春は95歳で死去した。2002年の平行滑走路共用開始後も、北原派を中心に、成田支天神本地区及び、東方地区の B 滑走路南端及び B 滑走路、誘導路の予定敷地の買収の反対運動をしている。北原派内には、現在も、 不人行動体名義で運動に参加する者もいる。旧厚田派では、ボランティア団体、地球的課題の実験村を設立して、活動に参加している。北原派とされている、三立派、芝山連合空港反対同盟、旧厚田派とされている、三立派、芝山連合空港反対同盟第一、共有委員会、2は、活動を継続している。なお、 旧厚田派で唯一の地元住民である柳川は A 滑走路の使用に限っての成田空港の運用を認めており、すでに強要している B 滑走路や新滑走路建設計画に対しては反対の立場である。同盟員元同盟員漫画各団体サイト。ありがとうございます。